おはようございます。6月8日9時46分モーニングショットをお届けしたいと思います。あぶなくイブニングショットというところでした。失礼しました。まず本日の、イメージでございますけれども、ドル円は今日は買いから、実際イメージしますのが109円台、3525での押し目買いで、ストップロスを109円の丸5に置いて、利食いは9円の7080、ちょうど先週金曜日のニューヨーク高値9円の85よりも手前で利食おうかなという感じで、見ております。109円台の後半非常に重たく、110円手前も重たく、110円も重たいと思います。ロングの利食いは当然のことながら実需の戻り売り、さらには、機関投資家で下でロングをした人間からしてみれば、例えば106円台、107円近辺、ロングしてたとすればですね、110円でここを利食えば、もしくはその為替だけヘッジをかければ、3円抜けるのであればこれは大きいというふうに思います。また下がってきたらそれ買えばいいわけですから、そういった意味では米債は売らないまでも、為替だけ要するにヘッジをかけてくる可能性は十分にあるのではないかというふうに思います。したがってあんまり高いところまで、利食い欲を引っ張らないようにしたいと、利食い千人力で考えたいというふうに思います。ユーロドル 1.12 の6555で、買いからストップは1235に置いて、利食いを 1.13 台、6070で利食いをイメージをいたしました。ユーロ円は123円の、5545でできる限り50割で買いたい。ストップロスは123円の25に置いて利食いを124円台3545で利食いをイメージしました。ポンド円は138円の8575で、買いからストップ138円の50に置いて139円台7080で利食いをイメージをいたしました。オージー円76円台2010で買いからストップは75円のこちらの方は90に置いて利食いを76円台8090でイメージをしました。ニュージー円71円台10ちょうどで買いから70円80にストップロスを置きながら71円台7080で利食いをイメージしました。先週金曜日の雇用統計、びっくりしましたね。ライブ放送を聞いていただいた方はお分かりかと思いますけれども、実際私ノンファンペイロールを外しましたが、失業率に関してはその前回の数字の例えばその 15% 割れのところと、マーケットの予想が、20% でしたに近い 19.8% でしたので、ちょうどその間あたり 16.5 とか 17% ぐらいが出て、結果的にはドルは買われるのではないかというようなイメージを作りました。これは放送でも喋ったようにですね、継続の失業保険の受給者数が、5月の中旬はずっと横ばい頭打ちだったからなんですね。ただそれで、109円の50を突破して上がったとしても、高値のところは109円の8085ぐらいで110円には届かないであろうというような、イメージを作りましたけれども、ある程度ぴったしな、9円の85で終わって、ただこれで下がってきても、ニューヨーク時間は、50も割れない、55もつかなかった状況です。ところが今50割れて、安値が、ちょうど今ですね42ぐらいまで下がってるんですかね。実際ちょっとはその50が割れないところでしたので、そういった意味では割れたところにちょっとストップロスがあった可能性はあります。ただこれがですねどんどん下がるわけではなくて、実際自分としても、金曜日に申し上げたように、30台あったら買いたいという意識がやっぱりあって、その時には40割れずに切り返しました。本当に3525ゾーンできれば30割れたところぐらいがあったらもしそれは買ってみたい、そんなようなイメージで現状も見ております。特に利食い千人力、実需の売りも出やすいので、しっかり利が乗ってターゲットまでいかなくてもですね、ある程度その利食い千人力と割り切って利食いは確実にしていった方がいいだろうなと、そんなふうに思います。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。